結論言います。理由は最後に携帯でそしてこの2回の授業の感想を寄せてくれというようなことでその場でやらせています。その時に結論先に言ってそして理由を2つありますとか3つありますと言ってからその理由を示してくれというふうに直前にですね直前に私がオリエンテーションをしました。で実際にこの直後から生徒たちが携帯メールで意見を寄せてくることになります。あるウェブを開いてそこに自分が打ったら送信してくると。そうすると立ちどころにこの C ラーニングのソフトによってスクリーンに上がってくるということですね。はい、すごく勉強になりました。理由は2つあります。いいですね。1つ目は自ら店の流行る流行らないを考えたことがなかったので新しい発見が多かったし、方程式に表すということも学びました。2つ目は自分から調べることが無理かなと思ったんですが実は400字以上、小さい字だともう1画面大きな字なら3画面ですね、という課題を出してみたらだいたい3分から4分で最初の子はもう上がってきてました。7、8分でほとんどの子がだいたい書いていました。非常に速いスピードですね。これおそらく日本の子どもたち特有の技術じゃないかと思いますね。そんな人たちと授業しているということが楽しかったからです。これはあの間に入ってくれたサポーターの方もね、これビデオで見てると伝わりにくいかもしれませんけど、1時間の授業で全てすごいリズム感とスピード感で展開してそうですね、はい、なんかあの1学期の授業を全部編集したみたいになってますけど、ね、はい、1時間私も拝見したんですけれども、正確には2回の授業ですね。2回の授業ですね。その通りです。ロールプレイングとかロープレというふうに略すこともあります。はい、3つ目は店員と値段品とかの式を作ってみるということがものすごく面白い。これも携帯から打ってるんですかね。これもしたことがなくてパソコンのやつじゃないですか。しかも調べ学習じゃなくて今この場で打ちなさいですからですね。を考えるときね、はい、なぜこんな宿題やる必要あるんだろうと思っていました。笑い、これあの授業に実はね、はい、2度目の時には安川さんも、一回あの見せていただいたんですけれども、まあ、先ほど言いましたようにこのスピード感というかそのやり取りされている文字数が一人一人が400字をこう双方向に出しているので文字数全体でいうともう何万字というのは飛び交ってそれを藤原さんがポイントポイントでこうあの光を当てながらやっていくので結果として非常に授業が画期的になっている。もう一方向で指して一番優等生があの二言三言完璧な回答を答えるという授業とは全く違う雰囲気で進んでたのがこう私も一度拝見させていただくとすごく思いました。そうですね、あの私はとにかく少なくとも高校生以上についてはもう 100% 近く携帯を持っています。そしたらそれに持つなと言ったってしょうがないんですね。 で、であればむしろ一歩進んでですね一歩進んでその携帯を禁止するとかそういうことではなくて一歩進んで授業に持ち込ませてこれを有効に活用する。この時にはプライベートなユースじゃないのよとパブリックユースだよと。パブリックユースとプライベートユースとはルールが変わるよということで、そういう時のルールやマナーの違いをきっちり教えるというですねそういうことの方が大事だと思っています。この携帯というのはむしろまたとないそういうパブリックという感覚を子どもたちに持たせる道具であると私は思っているんですね。でこういう実験をしましてこういうモバイル端末を持たせた時に子どもたちの自己開示という言い方をするんですけども自分の意見をこう言うその確率が上がる。それから意見全体がもしこれ書かせたら半分ぐらいも書いてないんじゃないかと思う。つまりその量と質が上がったわけですね子どもたちの自己開示のですね。でそれであればじゃあ iPhone でもう徹底的に刺激したらどうなるかというそのチャレンジが今行われています。今これはあの継続中で国島高校の先生方が、ぜひそれを共同研究したいということで進んでるんです。じゃあちょっとはい、こういう順番で夏に行った、まあ、チャレンジ、ちょっとビデオを見てもらった方がいいでしょうね。はい、はい、実際の iPhone 使ってやってみようということでこれあのほとんどの子がもう iPhone あの初めてですね、初めての遭遇です。でも子どもたち早いですよねとにかくねあのもうずっと持たせたらおそらくあっという間にあのメールなんかもできるようになっちゃうんじゃないかと思います。で私が、まあ、ここであのなんとなくこの画像を見てると分かんないかもしれませんが強調したいのはですね、実際には学校でもし調べ学習ということをやる場合には
結局授業を打ち切って、はいじゃあこっからコンピュータールーム行こうねって言って行かなきゃできなかったんですね。あるいは図書室行かなきゃできなかったわけですよね。その移動の時間の無駄な時間たるや、しかもコンピュータールームに行って立ち上げる時間、それから立ち上げたはいいけど、そのネットワークでそのサーバーがどうだのこうだのですごくトラブルが多いわけです。で結局使えなくて、なんだつって持って帰ってくるみたいな、あの帰ってくるみたいなですね、そういうことが学校ではものすごく行われているわけですね。だから、まあ、あの先ほどのようなソフトとこういう iPhone との、まあリンクですねによってものすごく授業の深みが非常に深まる。それからできたらもう一つ、本当はこれはまあソフトバンクじゃないと思いますけど開発してほしいのは、黒板の3分の1ぐらいにベタンと貼り付けて、でいつでも使えるそのなんていうのかな、模造紙みたいにこう柔らかいディスプレイですね。このディスプレイと iPhone とそれからこのソフトがあればものすごく面白い、授業のマナー自体がもう変わっちゃう、革命的に変わっちゃうんじゃないかと思います。で今、子どもたちが取り組んでいるのが次の課題ですね。ソフトバンクのこの iPhone のになるのかな、 iPhone のと言ってます ね、ラジオ CM を考えようじゃないかというワークが始まっています。でこの、まあ全体のプロデュース、ディレクションをやってくれているのが大阪に拠点のあるキャリアリンクという会社の、若江社長です。私が全国に推進してます世の中化の運動、世の中化を広める運動ですね、全国世の中化ネットワークの事務局長もしていただいてます。ちょっと若江さんちょっと立ってくれる、はい、そこにいらっしゃってますので、もし後ほど何か質問があればというふうに思います。もうこれはソフトバンクも全面的に協力させていただきたいということで、まあ、実際に我々 のマーケティングコミュニケーションのマーケティングコミュニケーション本部の本部長もお父さん CM を一手に仕切っているメンバーが厳しくラジオ CM の方も意見をぜひ聞きたいというふうに言ってくれてますので、リアルにお願いして、僕がね100台借りて今ちょっと本当に使い回してますので、僕が結論として申し上げますとね、一応断っておきますが、私ソフトバンクに雇われてませんし、ね、お金もらってません。さっきのビデオ au ばっかりだったのちょっと気になってなんか au どこも多かったですかちょっと、はい、でさすがですよね、ソフトバンクそういう映像を映すことをねちゃんと許すというこの懐の深さがあると思いますけども要するに携帯って言うけど、なんだモバイル端末じゃんという話なんですよね。モバイル端末だから、今この瞬間にも実は日本の全国の小中学校3万数千校ありますけれども、3万数千校のコンピュータールームにはデスクトップパソコンが鎮座増しましてるんですよ、ね、でまたその文科省がそれでまた予算取るときにはその前提でまた予算取ってるんですね。先生たちにもまあせいぜいノートぐらいな感じですわ、新しくても。から私立でもまあラップトップかノートになってりゃいい方で、ここまで来てないんですが、私はあと5年か10年の間に、早ければ5年ぐらいで、むしろコンピュータールームにコンピューターがパソコンが鎮座増しましている姿ではなくて、それだったら1人1台、例えば任天堂 DS のような端末なのか iPhone のような端末なのか、それがこう一緒になっていくのか分かりません。ですがDS や iPhone は私は非常に怪しいと思っています。つまり将来の学習するその子どもたちの学習を圧倒的にマナーを変えてしまう、そういう可能性があるんじゃないかと私は思っています。なぜならば iPhone って電話じゃないでしょうと、モバイル端末だからです。これで私 の, プレゼン終えていいですか、大体、はいはい、なんか質問ありますか、大丈夫ですね、大丈夫です、はい、じゃあどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。